2007 J リーグディビジョン2第43節です。東京ヴェルディ1969とコンサドーレ札幌の一戦です。東京調布市の味の素スタジアムです。朝から降り続く雨、一向に雨足は衰えません。気温が 15.1 度、湿度が 90% です。今日のこのゲーム、放送席の解説をおなじみ野々村義和さん、実況大場宗介でお送りしていきます。野々村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、3位に上がったヴェルディが首位のコンサドーレを迎えての今シーズン4度目の対戦。まず順位表です。2位以上が J1 への自動昇格、そして3位のクラブが J1 16位のクラブと入れ替え戦を行っての昇格を争います。したがって野々村さん、はい、首位の札幌、そして3位に上がったヴェルディと今日の一戦はお互いにとって大事なゲームになりそうですね。まあ、本当に相当重要な一戦と考えていいと思いますね。はい、札幌からするとやっぱり3位のチームをいかに引き離すかというところが今最大のテーマですからね。はい、その札幌についていきたいヴェルディ、まあ、昨日の段階で2位の京都が湘南に引き分けて70の勝ち点です。したがってヴェルディにとっても野々村さん、今日の勝ち点3で自動昇格となる2位以内というのが見えてきますよね。そうですね、はい、まあ、ただ京都の方が1試合少ないという状況ではあるんですけれども、はい、やっぱりヴェルディ もうここまで来たら、ね、一時期のことを考えるとここまでよく来たなという気はしますけど、うん、現在の順位を考えると絶対2位以内に入らないとここまで頑張ってきた意味が、まあ、なくなる可能性もあるわけでね、はい、まあ、なんとかこうついていかなきゃいけない一戦ということには間違いなくなりますね今日は。まあ、第4クールも序盤ですがこの直接対決が続いていきます。4位以下を見ても非常に混戦になっています。それではここ最近の戦いぶり、まず東京ヴェルディ1969です。5試合を見ても負けがありません。なんと8試合戦って1敗しかしていません。非常に終盤に来てこの調子の良さを感じますね。そうですね、途中からしっかりやり方を変えて、はい、守備というところをかなりこう意識しながらやっているのがいい成績をまあ残している要因だと思いますけれども、ただやっぱり1点はどうしても取られるのかなと。2点以上取って勝てるだけの戦力、まあ、復帰がいますからね、はい、まあ、チームとしてはいい状態に仕上がってきてますね。終盤に来て第4クールに入ってもアビスパ、そして前節の京都戦と昇格のライバルチームに打ち勝ってここまで3連勝を飾っています東京ヴェルディ。一方のコンサドーレ札幌です。こちらは5試合勝ちがありませんでした。まあ8月の下旬から9月にかけての延期となったこの徳島戦第28節を含めても5試合勝ちなし、まあ、非常にチームとしてもなんとか一勝という思い、その思いからようやく6試合ぶりの勝利を挙げました前節の山形戦です。野々村さん、はい、まあ、波があるとはいえ終盤でこの勝てないゲームが続いてようやく前節の勝利、これは大きかったですね。まあ、前節勝ったことも大きかったですしね、その内容も含めて今シーズン札幌がやろうとしてきたことが、まあ、全て出せたというのは本当に大きかったと思いますね。さあ4度目の対戦となる両チームですが、この対戦成績をご覧いただきます。ヴェルディから見て1分け2敗、まだ一度も勝ててないんですね今シーズンは。そうですね、はい、ただヴェルディというチームはJ2 の中で一番シーズンを通して変わってきたチームと言ってもいいと思いますから、はい、今までの対戦とはまたこう違った内容のサッカーが見れると思うんですけれどもね。これが今シーズン今ご覧いただいた3度の対戦、札幌ではソダがこの3試合いずれもゴールを挙げています。ヴェルディの方では復帰がそのうちの2試合しかも3得点を挙げています。まあ、お互いにやろうとしていることはある程度こう出ているのかなと。まあ、復帰に点取ってほしいヴェルディと、あとは札幌なんかはセットプレーからなんとかしたいというのがね、この両チームの戦いではうまく出てますよね。さあ4度目の対戦、どんな結末がこの後待っているんでしょうか。
この時間は2007 J リーグディビジョン2第43節東京ヴェルディ1969対コンサドーレ札幌の一戦をお送りしていきます。舞台は東京調布市の味の素スタジアムです。非常に肌寒い天候です。朝からの雨、 15.1 度の気温です。湿度が 90% と発表されています。放送席の解説はおなじみ野々村芳和さんでお送りしています。さあまず順位表をご覧いただきます。 J1 への自動昇格はこの J2 で2位以上、そして3位に入りますと J1 16位のチームとの入れ替え戦を行うという、 J2 もいよいよ第4クール残り9試合10試合というところまで来ています。お互いに負けられない一戦と、まあ、ここで申し上げておきましょう。野々村さん、はい、まあ、かつてはこの野々村さんもコンサドーレで昇格の経験がありますけれども、どうでしょう、この残り試合で、まあ、今年はこういった混戦ですよね。そうですね。どういったことがこうクラブ、それからまあ選手にとってもモチベーション的に必要になってきますか。まあ、まずは今シーズンやってきたことがしっかりできるかどうかですよね。チームによってやることも違いますし、はい、ただそのやってきたことをまず出して第4クルーというのはプラスアルファ何かがこう必要ですから、そこをこう出していくことができるかどうかというところは一番重要ですよね、うん。まあ、あとは順位表というのはやっぱ結構重要で、はい、まあ、ベルディなんか今3位に来て、まあ、もし今日勝つと2位に上がるわけで、ね、2位にいるというその順位表を新聞なり何なりでこう見るということは選手のモチベーションにも当然影響しますしね、うん。まあ、いかに最後に当然2位以内にいればいいんですけれども、はい、この時期にやっぱりいるということも重要だと思いますね。うん。さあここで得点ランキングです。復帰は現在5試合連続のゴールで30ゴール、そして札幌ではダビが14ゴールを挙げています。この得点源というのも非常に重要になってくるはずです。これが前節になりますが結果です。コンサドーレはモンテリオ3対0の勝利で6試合ぶりの勝利です。上位のベガルタは下位の愛媛に敗れました。そしてこの京都サンガベルディ戦、ベルディが勝って3連勝、順位を3位と上げています。セレッソは連勝が止まりましたがベルマーレと引き分けました。アビスパ3対2の勝利、一戦一戦目が離せないゲームが続いていきます。では早速今日のスターティングメンバー、まず東京ヴェルディ1969です。キーパーは高木です。服部、萩村、土屋、貝本のディフェンス、今日も4バックです。菅原に大野、そして飯尾、ディエゴ、そして横浜 FC から移籍のシウバを今日今シーズン3試合目の出場で初の先発、フォワードがマントップ気味の復帰となっています。ヴェルディのベンチメンバーです。フォワード船越、中盤に広山、佐藤雄介、ディフェンスは富澤と入っています。さあ野々村さん、まあ、ヴェルディではどうでしょう、注目選手としては。まあ、やっぱりゲームを決めることの多い復帰でしょうね、今日のゲームに関しても。はい、現在30得点、5試合連続のゴール中です。まあ、分かっていてもやっぱりね、他のチーム復帰を止めることはこうなかなかできないわけでね、はい、で今シーズン J2 で一番守備のしっかりしている札幌が復帰をどう止めるかというところが、うん、まあ、一番のポイントになるんじゃないですかね。そこ復帰はこの力でしっかり破れるかどうか、30ゴールの復帰をどう止めるか。そのコンサドーレ札幌のメンバーです。キーパーは高木貴博、ディフェンスは池内、ブルーノクアドロス、そして怪我が心配された曽田が先発です。右サイドは西澤、羽賀、そしてチョンヨンで今日も2試合連続のスタメン、西谷、藤田、誠也、そして14ゴールのダビと中山という2トップです。ベンチメンバーです。フォワードの控え石井健吾、中盤に砂川、そして大塚、ディフェンスの控えが西島です。
さあ野々村さん、はい、コンサドーレでは注目選手いかがでしょう。札幌の場合はやはりねもうどうしてもこう受け身になるチーム、まあ、リアクションしていくチームですから、はい、さっき復帰を、まあ、ベルディで注目選手に挙げましたけれどもね、札幌はやっぱ復帰をどう止めるかというところでは、まあ、最終ラインの選手には注目したいですね。うん、でまあ、セットプレーで過去3試合点を取っているということも含めて考えると、ソダが今日のゲームでも、まあ、ソダじゃなくてもいいんですけどね、最終ラインの選手でヘディングの強い選手がまず復帰を抑えてしっかりセットプレーで点が取れるかどうか、まあ、そういうところでしょうね。うん、ソダは今シーズン3度の対戦でいずれもゴールを挙げています。まあ、そのあたりを注目選手として今野々村さんに挙げてもらいました。さあ試合前の今選手の表情などを捉えていますが、ピッチサイドからは高木清子さんが伝えてくれます。お願いします。はい、おばさん、やっぱりかなり寒いですね今日。コンサドーレの選手たちも札幌よりも寒いんじゃないかという話をしていました。まあ、サポーターたちももう少し厚手のコートが必要だったなとも話していたんですが、試合前からずっとコールが鳴りやみませんでした。もうサポーターにとっても今日は大事な一戦ということが伝わってくるようです。さて両チームの監督なんですが、まずは東京ヴェルディ1969ラモス監督、今日の試合で必要なのは2つ、相手をなめないこと、そして自信を持っていくこと、これだけだと。今日勝てば優勝できる、京都戦を含め今週は一生忘れられない緑の週にするつもりだと、かなり気合いの入ったコメントをしてくれています。一方アウェーコンサドーレ札幌三浦監督、連敗が止まったことはすごく大事だが、チームが好転したかどうかは今日の試合で決まる、復帰を抑えることはポイントの一つだが、それよりもどれだけ自分たちのサッカーができるか、そこにかかっていると話していました。以上です。選手入場の時から表情を見ていましたが、どことなくやはり緊張感がある中で、ヴェルディの方が、まあ、今週の練習を見ても非常にこう非公開が続いたりであるとか、まあ、ピリピリしたムードが確かに漂っています。一方のコンサドーレ、まあ、一つ勝てば元に戻ると、このところ選手それから監督も言っていたように、6試合ぶりの勝利で迎える今日のヴェルディ戦、アドバンテージはやはり握っていると言ってもいいんでしょうか。さあピッチ上に両チームの選手がこれから入ってきます。野々村さんもどうですか、選手の表情などを試合前にご覧いただきましたけれども、何かこう緊張感というのは伺いましたか。まあ、当然ねそこはありますけども、まあ、むしろ逆にリラックスしている選手多いかなと、うん、特にこのブラジル人なんかはね、はい、ゲーム前はいつもこんな感じですけれどもね、まあ、ただ内に秘めるものは当然あるでしょうね。はい、ゲーム前はその今日ピッチに立つ5人の外国籍選手がいずれもこうかなり長い時間話し込んでいました。ブラジル人いつもですよ ね5人揃ってというのも非常に珍しかったんですが、どんな思いでこのゲームを迎えているんでしょうか。チームの行方を大きく左右する外国籍選手、そして札幌ではソダの姿、一方これからピッチにするヴェルディ、一番後ろの列左側にフキ、シウバ、そしてディエゴと並んでいます。今日決めれば6試合連続となります。現在30得点の復帰、その選手たちを送り出したラモス・リー監督、直接対決、勝てば優勝できると先ほど高木さんのリポートにもありました。では審判団です。レフリーが家本正明さん、アシスタントレフリー宮島、同じく金子、第4審が佐野さんで行われます。J2 では最も得点を挙げているヴェルディ67ゴール、そのうちの30点も復帰、一方の札幌はここまで失点34、 J2 では最も失点の少ないチームの対戦。野々村さん、改めて伺います、今日のゲームの見どころどういうところになりますか。まあ、最後も第4クールも、まあ、これから佳境入っているわけですから、自分たちがやってきたスタイルをしっかり出すことができるかどうかですよね。札幌は特徴としてやっぱり当然守備なわけで、復帰を含めてしっかりとそこを抑えることができるか、
ベルディは復帰をどう生かすか、まあ、そこが当然一番のポイントですね。さあ昇格レース運命の一戦が間もなく始まろうとしています。雨のアジスタ東京ベルディ1969とコンサドーレ札幌昇格レース直接対決。左エンド緑のユニフォームベルディボールでゲームが始まっています。長いボールが復帰に来ました。あとは今日はこの雨がどう影響するかですね。なるほどね。さあ復帰のドリブルです。ベルディの選手が倒れています。自信を持って戦おうと話していたラモス・レイ監督、まあ、この時期に来たらもう言うことはやっぱりそれに尽きると思いますね。もう先日やり方この辺りは一切こうほとんどこう気持ちという戦い。服部のフリーキックから先は中ディエゴセットプレーからまず先制ベルディ回ったか回らないかというところ。いきなりゲームが動きました。まあ、一発目のヘディングの競り合いのところでさあ見ましょう。ベルディとしてはよくここで勝ちましたね。逆に札幌は本来こういうところで負けないチームですけど、萩村のヘッドそしてゴール前のディエゴが触っていたかどうか。ディエゴですね、うん、ただ野村さん言うように今萩村の折り返しが良かったですよね。まあそこが一つ、はい、まあ、もちろんポイントだったと思いますよ。ディエゴ今シーズンの8得点目といういきなりゲームが動きました。おばさん、はい、ベルディベンチはコーチ選手たちもちろん監督も全員ベンチから飛び出してハイタッチで喜び合っていました。なるほど。セットプレーからまずゲームが動いています。8月19日以来京都サンガ戦以来というディエゴのゴールです。まあ、自分たちらしさを出すというところではいきなりでしたけど札幌はその自分たちの良さを全く出せなかったシーンですね。ヘディングで競り負けるしゾーンで守っているはずのところ、まあ、ダビがその自分のゾーンじゃないところまで下がったんでオフサイド取れなかったということもありますしね。さあ今得点なんですが場内では萩村と発表されています。萩村のゴールとお伝えしておきます。開始1分です。ベルディ萩村の今シーズン初ゴールということになります。復帰に入ったボール曽田がついています。ディフェンスはブルーのクアドロス札幌です。中山に当てました。まあ、今のところも萩村はよく対応してますね。はい、そうですね。中山に萩村です。札幌のフォワードの選手にヘディングでこう触らせないっていうのは、はい、結構札幌を抑える上では重要なことですから、はい、服部からディエゴ上がっていきます。キーパーに任せます。高木隆博この薄黒い厚い雲から大粒の雨が落ちています。 15.1 度という非常に肌寒いコンディションです。今のところもしっかり萩村ヘディング対応できてますね、はい、センターバック萩村と組みます土屋です。今日も4バックベルディです。このところ4バックでスタートしているベルディです。10得点を挙げているフッキー、まあ、何度も言いますがやはりフッキーをどう抑えるかというのがこのベルディと戦うチームにとっては課題でもありますね。
まあ、そうなんですけど、はい、復帰じゃないところでしっかり点が取れたというのは大きいですね。なるほどね。サイド西谷シュート、コースが変わっています。6試合ぶりの勝利のコンサドーレです。こちらがベルディベンチ、復帰ディエゴ左を見ています。イオへ、イオ、そこに池内がつくが、イオクロスを入れてくる、ソダ、おっとクリアがブルーのカドルスの足、復帰が拾う。さあ復帰、自分で仕掛けるか、ボールをシューバー待っている、復帰抜いた、さてベルディの得点ですが、先ほどやはりディエゴという変更になっています。得点はディエゴと発表になっています。服部のフリーキック、萩村がゴール前に折り返しました。そしてゴール前のディエゴはやはりシュートを放っています。ボールはいいよ、ベルディスルーパス、西田は復帰が拾う、キーパーをかわす、復帰がいや戻った、ブルーのクアドロスに当たったと言っていいでしょう。やっとこれはコンサドーレは助かりました。まあ、コンサドーレも助かりましたけど、ベルディもちょっと嫌なシーンでしたね。ですよね。さらに攻撃、シューバの右足です。まあね、ゲームその終わってみないと何とも分かんないですけど、これベルディ取ってたらほぼそのゲーム決まってもいいっていうぐらい、この早い時間で2点目、その、まあ、取られ方からしてね、まあ、ブルーノよく今最後は勘で足出したと思いますけど、よく足出しましたね。西澤のバックパス、そこに飛び込んだのが復帰です。キーパーをかわしてシュートですが、戻ったブルーノ・カドルスに当たってしまいました。追加点なりません、ベルディ。まあ、ベルディはちょっとここから数分間こらえないといけないですね。はい、まあ、こらえるというか軽率なプレーはなくしたいですよね、特に最終ラインの選手は。あの瞬間のこのラモス監督の表情などを見てみたかった気もします。しかし幸先よくまず先制点を挙げました。セットプレーからディエゴが決めています。場内ナンスでは改めてその得点者が変更発表されるようです。復帰、ペナルティエリア、シューバーが行く、復帰に絡んでシューバー、移籍後初先発となります。このシューバー、これもディフェンスに当たって、あのディフェンスの体を向きを見るとキーパーに何かこう返そうかというふうにも見えました。まあ、偶然ですね。偶然ですけど、偶然が今のところベルディの方にうまくこぼれてる感じはありますよね。ディフェンスとキーパーの間には広いスペースがあります。ラインを高く保ちながらコンサドーレ、しかしベルディはそのあたり、まあ、野沼さん見ますと、あのよくスルーパスなどを狙ってきますよね今。そうですね。はい、復帰左から2人かわす、これは引っ張ったか、復帰が倒されています。2人ついています。西澤、さらには藤田、またベルディにフリーキックです。阿部は2枚、先ほどはこのフリーキックから先制点を挙げているベルディ、昨日の練習でもこのセットプレーに時間を割いていました。ベルディ下がりながら、さあ土屋、これを前にシューバーがいます、つなげる、シューバー抜いた、ゴールラインに割っていません。
前線には誰も選手がいません。コンサドーレ札幌です。今日雨ということもあって、そのベルディが普段だったらこうつなごうとするところをセーフティーに前線に長いボール入れてるっていうところもまたうまく今のところいってる。あ、なるほど、ポイントですよね。ブルーのカードロスからのボール、しきりに声をかけています。ソダ、はい、この怪我が心配されていた曽田選手なんですが、昨日遠征に帯同するかどうかも少し悩んだと。あ、はい、まあ、とりあえず帯同して今日の様子を見て出場を決めたということですね。なるほど。あの、監督が信頼して使ってくれる以上今日は迷惑をかけたくないと、しっかりチームに貢献しますというお話でした。ベルディ戦の3試合でいずれもゴールを決めている曽田。ダビに対しては土屋です。ダビが倒れたままです。札幌が復帰を警戒するのと同じぐらいやっぱりベルディはダビのことを警戒してるでしょうからね。なるほど。サドレのフリーキックです。西谷、低いボールです。合わせる。サインは曽田のようです。1対0、暫定サインのベルディが首位のコンサドーレから先制点を挙げています。現在勝ち点75のコンサドーレ、ベルディが68、その差は7あります。2位に京都サンガ70という現在の勝ち点です。勝中のベルディはこの第4クール、アビスパ、そして京都サンガ、さらには水戸に勝っています。ご覧いただいておりますのが上位、連勝を続けるセレッソ、その連勝は止まりましたが、しかし負けないゲームが続いています。仙台も粘り強く勝ち点を積み重ねています。まあ、この昇格レーサーの野間さん、本当に最後の最後まで分かりませんね。最終節までわからないと思います。はい、だから札幌が少し早く昇格を決めるという状況になるとすると、今日のゲームは札幌が勝っているということでしょうね。今日はこの曽田自身が昇格レース、ベルディはもちろん勝ち点3が必要だけれども、自分たちは勝ち点を失わなければいい、つまりこう1でもいいんだという言い方をしています。札幌からすればそうだと思いますね、はい、一番その勝ち点を与えたくない3位4位5位そのぐらいのチームにはやっぱりアウェーだったらドローでも当然悪くないですね、はい、うん、ただその質問を我々が三浦監督に向けますと、三浦監督は最初からこう1を狙うようなサッカーはしたくないと話しています。なかなかそれは、ね、できないと思いますよ、うん、そこまでこう成熟したチームでは札幌の場合まだないと思いますし、はい、まあ、かつては大宮でこの昇格レース見事に J1 昇格を果たした三浦監督ですが、自分の経験上もやはりその勝ち点1を狙うようなサッカーはしたことがないと話していました。テクニカルエリアに今ラモス監督が出ています。ベルディです。そのベルディ、土屋から復帰へ、ブルーノ・カドロスの対応、またファールです。復帰に対しては厳しいマークです。おっと、イエローカードが出ました。ブルーノ・カドロスにイエローカードです。まあ、あの辺は何とか止めておかなきゃいけない状況ではありますけどもね、うん、なるべくカードをもらわないような形でしっかり止めたいですね。そうですね。ブルーノ・カドロスは累積1枚目になります。さあ、先ほど
ほどの先制点と同じような位置になりますがフリーキックです。その後のフリーキックも含めて、はい、ファーサイドに萩村を置いて、萩村の頭をめがけてっていうのは続いてましたけどね、はい、服部本当にこれも中央来た、またディエゴですね。またディエゴ、今度もセットプレー、しかも先制点と同じような位置からのフリーキック。前半の14分です。ボールは今度中央に来ました。ソダの前に完全にディエゴが入り込んでいます。札幌はゾーンで守ってますから、あのゾーンは、まあ、やっぱりソダがなんとか対応しなきゃいけなかったということだと思うんですけれどもね。ここで2対0、おさん、はい、札幌三浦監督の表情本当にもう苦しそうな表情でしたね。首を何度も振りました、まあ、ここまでだとやっぱり札幌は今までできていたことが全くこうゲームに出てない、はい、セットプレーではなかなかこうやられなかったチームが2点取られてしまったわけで、逆にヴェルディは今までなかなか復帰以外で取れなかった、まあ、取れてなかったイメージありましたけどもね、セットプレーから2つというのはヴェルディとしてはプラスアルファをここに来て見せることができてますね、うん、先制に続いて追加点はディエゴ、これで9ゴールとしました。さあ立ち上がりの15分までに2対0ヴェルディ、今度は札幌西谷のフリーキック、こぼれだ、ゴール前激しい、最初にダミがすらせて、そしてゴール前に上がったボールです。ここですね、池内ブルーノカドロス、まあ、今のところでファールがあった。雨で抜かるんだピッチ、大きく芝がえぐれているところもご覧いただけると思います、まあ、セットプレーも一つ今日のゲームのポイントになるのではないかとお互いの選手が話しています。全くその通りになっています。コンサドーレ2点持っての攻撃、このヴェルディはフリーキックからディエゴが2得点、復帰がワンタッチ、イオも絡んでいます。西澤、イオ、菅原、貝本へ、ここに西谷がついています。ディエゴ、前に上がる大野が来た、叩く、復帰の前ですがブルーノカドル、ソダ、さあそしてもう一度萩村からディエゴ、ゲームを作ります。復帰、前を向かせたくない、池内も行った、あーこれも逆に奪った、シウバから貝本、さあ貝本下げて復帰、クロスは池内に当たっています。少し流れとしてはどうですか、ヴェルディがある程度こう主導権を握っていると見ていいんですか。まあ、2-0 ですからね、はい、その 2-0 というリードがあるんでね、今みたいに札幌は自分たちにボールになった時に余計こういいことをしないといけないという思いになります。フッキーがボールを持つ、フッキーのシュート、小さい振り抜きからのシュートです。札幌 0-0 だったらリスクを犯さずに長いボールクリアするところを今つないで自分たちのボールにしておきたいという思いがやっぱり選手心理として働きます。なるほど、ヴェルディはそこで引っ掛けてもう一回すぐ攻撃ができるっていう状況にこう数多くなりそうですよね、はい、復帰にとってはこのコンサドーレ古巣になります。去年はこの札幌で25ゴールを挙げました。はい、復帰選手、やはりあの札幌時代すごくみんなによくしてもらったと、今年ぜひ一緒に昇格したいという気持ちは強いんだという話はしていましたね。そんな話をおそらく試合前あの外国籍選手同士で話していたんでしょうか。非常に和やかな雰囲気を感じました。その復帰に対してブルーノ・クアドロスのディフェンス、まあ、今のもねやっぱりなんかこういいことをしたいっていうプレーが多いですね、はい、そこで、まあ、いいことをしたいということは当然難しいことをしたいということですから、ヴェルディに簡単にボールを渡してしまう、
攻撃の形をほとんどこう作れていないというのが今のコンサドーレ。札幌は自分たちで作っていくというチームじゃないですからね、はい、ただ作っていかないと前に運べないという思いにどうしてもこういう状況になるとなってしまいますから、はい、2点を追っている札幌です。暫定3位のヴェルディが首位のコンサドーレに対して2点のリードを奪っています。小田さん、はい、かなり雨が弱くなってきました。あ、そうですか、はい、ただピッチは選手が本当によく足元滑ってますよね。そうなんですよね、通常雨が降っていない時でも土がかなり水を含んでいる状態だという話を、水が湿った状態だという話をしていたんですね。今日特にやはりぬかるんでいるようですね、はい、さあダミのドリブル、ダミ2人3人ついています。ボランチの菅原のディフェンス、海野と土屋へ狙っている中山です。池内、西谷、足元滑っています。まあ、ただ通常の雨の日のグラウンドとそんなに変わらないですね。ボールも動くし、はい、まあ、重要な局面でその足を取られるということさえなければ、まあ、問題はないピッチですね。なるほど、リスタート西谷です。ただゴール前の守備に関してはラモス監督は細かい指示、ボールが変化しています。ファーサイドこぼれて狙うが、うん、揺れました。最後は中山です。右足、札幌もこういうセットプレーから入ればね、ですね、コンサドーレもここまで見るとそういうセットプレーはやはり多いですよね、フリーキックもね。そうですね、はい、まあ、逆にセットプレーを取れないと今のところこうチャンスにはならないかなという感じはありますけど、ヴェルディっていうチームはそんなにこうがっちりと守りを固めてフィニッシュまでさせないというようなことまでやるチームではないですから、札幌にも当然チャンスはあると思いますけどね、はい、ただコンサドーレの三浦監督もこのところのヴェルディは非常にディフェンスが安定してきたというふうに話しています。まあ、それはきっと以前と比べるとということだと思いますけどね。なるほど、まあ、そしてそこに復帰を中心とした得点力、ベルディとしてはこの試合でしっかり勝ち点3を取るためには 3-0、4-0、まあ、0じゃなくても、ね、3点4点というスコアをもういかにも早い段階でこう出していくかですね、はい。第4クールの上位対決もこのコンサドーレ戦も最後にひとまずこうあとは下位との戦いが続きます。これが J2 昇格レース、勝ち点75、2位の京都が昨日勝ち点1で70、そして現在3位のヴェルディ68という勝ち点です。本戦の続く J2、J1 への昇格レース、4位のベガルタは今日アウェーで水戸と対戦します。セレッソはゲームなし、ベルマーレは勝ち点62、そしてアビスパも昨日勝って63とその勝ち点も伸ばしています。ベンチの前でじっと腕組みの三浦監督、一方のラマス監督はテクニカルエリアに何度も足を運んでいます。勝てば昇格どころか優勝も可能だと話していたラマス監督。ヴェルディ、さあまたこの右サイドでのフリーキック、服部いいボレ、復帰が伸びていく、高木ボレー、シーバが合わせに行ったがここは守った札幌。ちょっとこうね、クッキーが入っていったところノーマークでした。まあ、いいボール入りますよね、はい、札幌の場合はその、まあ、ノーマークというかゾーンで守ってますから、はい、マークは当然持たないですよね、ただゾーンがちょっと崩れているところはありますね。うん、これずれる要因というのは
ノルマさん、いや、ゾーンで守って今みたいな角度からフリーキック入れられると当然こう下がりながら対応しなきゃいけなくなるわけじゃないですか、はい、で同じ距離で選手がみんな下がるというのは難しいと思うんですよね。だからゾーンで守ってるチームがああいう角度のあるところからのフリーキックっていうのを守るのは結構僕は難しいと思いますけどね、まあ、ただそこを今まではその乱れることなく今シーズンはやってきましたからね、はい、2本のフリーキックが得点に結びついています。ベルディ2対0、ディエゴはいずれも得点を決めています。開始1分と14分です。またダビが倒されています。非常にこうボールの入ってくるところには厳しくいっています。ベルディのディフェンス25分が過ぎています。札幌としてもやっぱり、まあ、こういうセットプレーで前線にボールを運んで、はい、そこをしっかり起点にしたいですよね。池内が上がっていますがセカンドボール、ここは終盤西谷、よく対応しましたね。西谷も札幌ボールです。横浜 FC から移籍を今シーズンの初先発、今日は広山に代えてこのシューバが先発となっています。ベルディです。さん、はい、名越監督、そのシューバ選手についてなんですが、早く1点が欲しいとちょっと焦りすぎているところがあると、まあ、これまでちょっとビッグチャンスを 1,2 本外しているんですけれども、まあ、とにかく早く点を取らせてあげたいねと、それ以外の部分は100点満点だという話をしていました。これで4試合連続ゲーム出場ということになります。藤田のクロスが入ります。中山とダミが待っています。セカンドボール、シーバが拾ってベルディ、フッキーが動き出しているスペースで受けるフッキー、ブルーノクアドロスの対応、しかしここはフッキーが中へ、ディオゴいる、大野の前、ディオゴ来た、よく下がってきた。さあ中央です。札幌初めてこうそれなりの奪い方ができたんでね、なんとか今攻めたかったですけどね。なるほど、逆に奪われた、いいようです。ディエゴ、ファットリー、全員が一度自陣に引いて守ります。札幌ボールは流れるダミのところ、しかしコースをしっかりと回路と消しています。そしてサポート、この言葉を何度も繰り返しています。まあ、復帰を抑える以上にどれだけコンサドーレのサッカーができるかが大事だと試合前の高木さんのリポートにもありましたが、三浦監督、まあ、それだけやはり野々村さん、自分たちのサッカーができていないというここまでなんですかね。あの流れの中ではそんなにできていないということもないと思うんですけどもね、セットプレーで2点取られてしまって、やっぱ0人になると今までやろうとしていたことはできなくなる可能性というのは高くなりますよね。あっと、これもまたフリーキックです。まあ、シューバーがここで1回フリーキックもらったのはありますけど、結局ここのフリーキックも4本目ぐらい、そのうちの3本がフッキーがもらっているフリーキックですね。フッキー効果というのはこういうところにもありますね。ハットリ、これも嫌なボール、そのフッキーの足元、ホイッスルが鳴っています。本当にもういいボール入れますね。本当ですね、同じところにね、はい、マンマークでついていればあそこにベルディの選手が3人いたら札幌の選手も3人まあいておかしくないんですけど、ね、まあ、ゾーンで守ってますから、あのゾーンはソダっていう対応になると、まあ局面だけ見ると1対3みたいな風に見えますからね。シャーマン高木さんが伝えてくれたように、ソダは左膝に痛みを抱えています。
非常に今日の出場も決断に迷ったという曽田ですが、大事な一戦、このコンサドーレの曽田です。おそらく自分も復帰と相対することがあるだろうと、まあ、札幌時代から1対1でも非常に嫌な選手だったと話していました。さあ今度は札幌のフリーキック、西谷遠いサイドこぼれる、おっとダミーが合わせます。大野クリア、復帰へ西澤からと分かってはいましたが、西谷足元滑ります。もう少し前で欲しかったか。画面では今先制ゴールの場面、それから2点目ですか、出ています。ディエゴ2得点、開始1分と14分です。このヴェルディの右サイドからのフリーキックが今キッカーの服部を含めて非常にいい形が見られています。ヴェルディ2点のリードをもらいました。ラモス監督、スローインは池内です。プレッシャーはヴェルディいいですね。スペースを与えません。ヴェルディ、土屋、ここはためを作りました。いいよ上がっていきます。西澤、6年ぶりの昇格へ首位をひた走るコンサドーレですが、この第4クールに入って苦戦が続いています。3位のヴェルディを相手に今2点のリードを奪われています。そして一方のヴェルディはこの第3クール終盤から好調を維持しています。7試合負けなし。復帰エリアの中、3人ついています。コーナーキックを取りました。フッキー、どうしてもあそこは3人こう行きたくなってしまいますよね。まあ、今最後切れてよかったですけど、3人行ってるってことは中フリーな選手が当然ベルディにはいますからね、はい、両チーム通じて1本目のコーナーキックになります。ベルディはハットリーゴールから離れるボール、札幌の選手が倒れています。曽田です。手元の時計で32分が過ぎています。立ち上がり15分までに2対0。野田さん、15分30分と過ぎてきましたけれども、どうですかゲームの流れ。やっぱり2点取ってるチームの方が精神的にかなりこう優位ですね、はい、精神的な優位さがその札幌のミスを誘うようなプレーっていうのを増やしてますから。で、札幌というチームはその立ち上がり15分までに失点したのがここまで多分1点だけだったと思うんですけど、それがね、こういう重要なゲームで2点取られたっていうのはね、今シーズンも選手がほとんどこう経験したことのない状況が今ピッチでこう続いてるわけですから、はい、札幌はここまで失点34。やはり野々村さんおっしゃるように立ち上がり15分までに失点したのは過去1試合1点しかありません。その札幌が立ち上がり15分で2失点です。さあここはヴェルディがまたコーナーキック、ハットリー巻いてくる、合わせる大野、ハット
とりわけキック冴えてますね。このプレスキッカーは非常にベルディはこの大野を含めてもたくさんいるんですが、このところこの服部がほとんど蹴ります。それだけラモス監督の信頼感も厚い服部。時計は間もなく35分です。コンサドーレも2点持っていますが、この前半のうちに1点でも返しておきたいところ。ダミーコーナーキック、コンサドーレです。戻ってきた伊予。札幌としては勝ち点1でも拾うためにはやっぱり前半のうちに2位にしておきたいですね。先でもね。さあ曽田が上がります。4番が曽田、15番ブルーノ・クアドロス、キッカーは西谷。こちらはゴールに向かってくるボール、高木義成合わせる。石澤スペッター、このボールをフッキに当たる。ちょっとコントロールがトラップがもったいなかったですね。逆サイド、ディエゴをイランニングしましたし、はい、イリオも走ったんですけどね。セットプレーからのカウンターを狙っていましたベルディ。ダビに対して土屋、場内では懸命にコンサドーレサポーターの応援が続いています。三浦監督も今日サイドスタンドを見上げながら随分来ているなと試合前話していました。6年ぶりの昇格を狙う J1 復帰を狙っていますコンサドーレ札幌。一方のベルディは3年ぶりの J1 復帰を目指しています。暫定3位と首位の対戦、サイドから仕掛ける。おっとこぼれ球、ダメ持っていきます萩村。今札幌がそのサイドまでボール運べたのはやっぱり中山のところでね、萩村との競り合いに中山が勝ったっていうのが一つありますよね、はい、そこが今のところやっぱり生命線かなという感じがしますね。おっとブルーノ・カドロスがキーパーの高いネギル復帰、これは流しています。ペナルティーエリアを飛び出してキーパーの高木隆弘。大きく回転しながら倒れましたフッキー。まあちょっとね、ファールだったかどうかっていうのはちょっとここからでも分からなかったですけれども、はい、札幌としてはね中途半端なプレーが多かったですね、今もブルーノ・カルドロスがこの下がるボール、キーパーの高木隆弘を呼んでいましたが、まあ、これはファール取られてもおかしくないと思いますよ、はい、だから復帰に仕掛けられてファール取られたというわけではなくて、自分たちが復帰を恐れてミスをしてっていう感じですからね、はい、札幌として助かっている部分はやっぱりたくさんありますね。先制の直後にもやはり西澤のバックパスを復帰に拾われて、あや2点目というシーンがありました。その後、まあ、もう1点取れていなかったらやっぱりあのシーンというのはかなり後々響いてくると思いますから。なるほど、まあ、現状 2-0 になったというところであのシーンはこう、ね、忘れることはできますけどね。ですよね。まだゲームの行方は分かりません。第1クールはなんと3-4コンサドーレ勝利、点を取り合いました。第2クールのゲームは1対0、曽田のゴール、コンサドーレ。第3クールは2対2のドロー。そして今シーズン4度目の対戦、ここまでベルディは2対0。フッキー、これもフリーキックをもらっています。ついていたのがチョン・ヨンデ。今までのベルディのね、ちょっと前までのスタイルだったら、0-3 を追いつくとか、2-0 を追いつかれるとかっていうことがあんまあったと思うんですけどね。最近その辺がしっかりしてきたんで、
この順位まで上がってこれたと思うんですよね。さあこれは復帰だ、この力を見せることができるシーンですね。直された復帰がそのままフリーキックを蹴るようです。ちょうどいい距離だと思いますよ、はい、ボールスピードも出せるし、まあ、ファーサイドに速いボール、ニアサイドボールスピード出した上でボールを落とすってこともちょうどできる距離ですから、はい、約 25m、 これ枠に来たらゴールキーパーとしては非常に嫌ですね、はい、長い助走から復帰、壁に当たる、ディエゴ、ベルディーボールです。最後は池内、スローインから復帰へ、もう一度復帰、チョン・ヨンデがついていました、ハガト・ディエゴ、池内バックパスになります。まあ、雨の日なんでね、なるべくああいうバックパスは、これ見ると分かりますね、高木隆弘としてはやめてほしいですよね、前に蹴ってくれと言わんばかりです。ああいう勝利が得意なキーパーなのかどうなのかというところにもよるんでしょうけどね。まあ、ぬかるみに加えてあまり芝の余体がこのアジスタこのところよくありません、特にゴール前。スローインは甲斐本、ベルディ、フッキーへ、ブルーノ・カドロスがついています、前を向く、フッキー、フッキー、ブルーノ・カドロスを持ってしたもちょっと1対1対応しきれません。ブルーノはね、そんなにやっぱり1対1強い選手じゃないですから、どっちかというとポジションとカバーリングで能力を発揮するタイプですからね。そうなるとやはり人数をかけざるを得ませんか、コンサドーレとしては。復帰に入るまでにいかにこう復帰を不利な状態にしておくかですね、はい、ただそういうのは本当 0-0 とか自分たちがリードしてるとやりやすいんですけども、はい、中山よく頑張りましたね。ダビ、中山の粘りからダビ、なかなか前を向かせてもらえません。中に抜けます、ディエゴ、菅原から縦、フッキー、ここはワンタッチでイオ、出したフッキーが左サイドに流れていきます。大野、右サイドを見ましたが縦にフッキー、前を向きかける、ソダの対応、ちょっとトラップが大きくなりました、そこにディエゴです、さらにイオ、大野も行きました。表情を見せています、ソダ。残り時間が3分を切ってきました。前半です、2対0ベルディ、開始1分、そして14分、セットプレーからいずれもディエゴは決めています。ソダ、チョン・ヨンデ、羽賀、大野、復帰に来るブルーのクアドロス、あそこで跳ね返したいですね、うん、逆に札幌も、はい、最終ラインでボールを回す時間が長くなっています。この競り合いでしっかり札幌としては、はい、中山、そうですね、今みたいに中山が少しでも触ってボールを競れてるうちは札幌が次のボールを拾える確率がどんどん上がりますから、はい、池内から西谷、クロスが入る、あまり細かい指示は飛んでいません、札幌ベンチ。そうですね、ほとんど細かい指示を飛ばしていないですね、まあ、フリーにしている選手がいたらしっかり見ろということは声をかけに行くんですが、はい、それ以外はメルガンドク難しい顔をしています。そしてまた今セカンドと叫んでいました。なるほど、復帰、復帰、復帰、ディエゴ、パンツを狙いました、服部、いいよえ、近いところに大野、ここは西澤をかわしてさあ入ってくる、ディエゴに預ける、フッキー、フッキー、フッキー、コースを作った、まあ、今のはもう右足でも打たしていいっていうような守り方でしたね。なるほど、コ
いのは左足です。ただ復帰右足も本当にいいキックしますからね、あんまりこうスムーズさはないですけどパワーあるんでね。黄金の左足に加わって今シーズンは右足でも得点も上げています。その結果が30ゴールとなって現れています。現在5試合連続昇格レースではやはりこういったチームの中の得点源重要になってきます。ヴェルディは昨シーズンランキング2位のフッキー、そして5位のディエゴを獲得。フッキーが30ゴール、そしてディエゴは今日2得点を挙げて現在9ゴールとしています。まもなく45分、ここで回りました。アディショナルタイムの表示は2分です。雨の中テクニカルエリアにラモス監督、ベルディ、その指示は本当に細かいものとなって選手たちに飛んでいます。フッキー、ブルーノ・カドロスが前を向かせた。フッキーちょっと引っ張ったか、まあ、ギリギリのところで対応しましたね。ソダもここは挟み込むように。さあ西谷です。ディエゴ、ジョン・ヨンデ前の方でボールを押しがっている。中山に来る、ボールを越える。土屋、足元滑る。服部、さあ羽賀が行く。羽賀が行く、藤田ですね。あ、藤田誠也、中に合わせる。中山右足。逆に札幌は今のが案外ハイライトになるかもしれないというようなこう決めなきゃいけないシーンでしたね。下からのクロス、最後は中山元気。まあ、ちょっとそのシュート打つ方としては考える時間があって余計な思いが頭の中巡っちゃったっていうところもあるかもしれないですね。ようやく巡ってきた反撃のチャンス、中山決められませんでした。ダビー、これもチャンス。中山へ、土屋、もうちょい。ダビー、西谷、この萩村のディフェンスからプッキーへ。ブルーノ・カドロスが目安の2分が過ぎようとしています。ここで前半が終わりました。暫定3位のヴェルディと暫定首位コンサドーレ昇格レースの直接対決、注目の前半はご覧のように2対0となっています。野々村さん、この前半一言いかがですか。いや、まあ、ヴェルディが復帰ではなくてセットプレーから2点取れたというのは当然大きかったですね、この重要なゲームで。逆に札幌としては自分たちの一番のストロングポイント守備というところでね、特にセットプレーから失点しない、立ち上がり15分は失点しないチームが失点もしてしまったと、はい、これはかなりこう響きそうな前半ですね。しかしそのあたり不気味な三浦監督の表情も気になりました。前半も終了して東京ヴェルディ1969対コンサドーレ札幌2対0ヴェルディがリードしています。この放送は味の素スタジアムからお送りしています。衛星 CM 広告インターネットで全国 CM を買いませんか。驚きの低価格でお申し込みは簡単。まず100本の CM の中からお気に入りを選びます。次に商品写真などを用意しナレーションを決めるだけ。想像以上のレスポンスが期待でき売上アップ。衛星 CM55 詳しくはウェブへ。雨の日、選手の気持ちが勝敗を左右する。だからファンやサポーターの力がものを言う。スタンドから声援を送る。熱いプレーで跳ね返ってくる。俺たちの声が選手を動かしているって実感がある。だから雨の日の応援ってなんだか誇らしい。決勝の地モスクワを目指して開幕した UEFA チャンピオンズリーグ0708。
グループステージ第2節10月2日に行われる8試合の放送予定はご覧の通り。マンチェスターユナイテッド対ローマなどライブ放送は27時30分から。10月3日にはバレンシア対チェルシーなど注目の対戦をお届け。チャンピオンズリーグの熱き戦いをお見逃しなく。ここまでの放送は日清の提供でお送りいたしました。前半が終わって2対0とヴェルディがリードしています。この後はクラブ応援コーナーをお送りします。高木清香です。今週もヴェルディ君と一緒にヴェルディ応援コーナーをお送りしていきます。ヴェルディ君よろしくね。はい、さあ今回はですね、今日ヴェルディ君と一緒に新しく発売されましたヴェルディのオフィシャルグッズを紹介していこうと思っています。まずはこちらです。出ました、ディエゴ選手の T シャツです。これディエゴ選手の顔がプリントされているんですが、ポルトガル語で星の意味を表すアストロの文字がプリントされています。これはですね、ディエゴ選手がヴェルディのスターだということを意味しているんですよね。そしてもう一つなんですが、今私がつけているこのマフラーです。今日は寒いですからね、いいですよ、これあったかいです。そしてかっこいいですよね、ヴェルディのマークが入っています。新発売のニットマフラー、ぜひ皆さんお買い求めください。そしてヴェルディ君もおすすめこちらの T シャツなんですが、こちらの方もスタジアム内の売店やそしてヴェルディのオフィシャルショップなどで手に入れることができます。グッズを身につけてスタジアムに応援に行きましょう。さらに今日はもう一つ皆さんにお知らせがあります。ヴェルディの J1 昇格を祈願して発売しましたホームゲーム最終3試合のパッケージチケットカウントダウンファイナル3が発売されます。10月24日の鳥栖戦、11月10日の仙台戦、そしてホーム最終戦となる11月25日愛媛戦の3試合を一つにしたチケット、こちら1969シートと自由席の各限定500セットをご用意いたしました。詳しくはヴェルディホームページでご確認してください。そうですよね、もしかするとヴェルディの昇格この3試合で決まるかもしれません。皆さん絶対見逃せませんよ。スタジアムでお待ちしています。では最後にあの選手から次回のホームゲームのお知らせです。誰でしょうか。アウェーとか良くないんで、この前の京都もそうだし、その前の三笘日本語でアップもいいです。すごいたくさんの人が優しい、そういう声援が力になって結果になっていると思うので、絶対上がるためにはサポーターの力が必要だと思うので、これからもぜひ応援して力を貸してほしいなというふうに思います。ヴェルディの次回のホームゲームは10月13日午後1時から西ヶ丘サッカー場で湘南ベルマーレと対戦します。サポーターの皆さん、ぜひスタジアムに応援に来てください。はい、飯尾選手ありがとうございました。 T シャツもよろしくお願いします。以上クラブ応援コーナーでした。久しぶりだな、二人きりは。なんだか昔思い出しちゃった。夏と眠ろう、この長い、いつもの友達と行ったばかりだろ、温泉。でもあなたと行きたかったのよ、温泉に。休みを取って温泉に出かけよう。 JR の温泉機構、 JR 北海道。この後はお知らせを挟んで前半のハイライトです。ここからの放送はドガッチの提供でお送りいたします。
未だかつて誰も足を踏み入れたことのないその頂上に今日人類が初めてたどり着きます。いよいよ、いよいよです。ついに頂上が見えてきました。頑張れ古川、もう少しだ。あ、カメラこっちです。古川さん、どうしました？古川どうしたんでしょう。あと一歩なんですが。体力の限界ですかね。さあ、ドガッチへアクセス。雨の日、選手の気持ちが勝敗を左右する。だからファンやサポーターの力がものを言う。スタンドから声援を送る。熱いプレーで跳ね返ってくる。俺たちの声が選手を動かしているって実感がある。だから雨の日の応援ってなんだか誇らしい。大きくサイドチェンジ、空いたスペースに展開します。スルーパス、おっとこれはオフサイド。激しいボディーコンタクト、貴重な追加点が入りました。壁は4枚。ヘディング、ディフェンスをうまくかわした。これはチャンスだ。ゴール。おお、俺を踏み台に。鈴木はスカパーで。ザクとは違うのだよ。鈴木はスカパーで。圧倒的じゃない。鈴木はスカパーで。10月のスカパーはガンダム祭り、全22作品を999円で。水元軸合わせ。勝利の名を持つ最強のガンダム発進。コアファイター。ビクトリーガンダムのパイロットになった少年ウッソの成長物語。かつてないガンダムワールドが展開する。怖いだろ、怖いだろ。機動戦士ビクトリーガンダム、お楽しみに。気温15度、湿度に肌寒さを感じる東京調子味の素スタジアムからお送りしている J2 第43節、東京ヴェルディ1969とコンサドーレ札幌の一戦、野々村芳和さんの解説でお送りしています。では早速前半のハイライトを振り返っていきます。立ち上がりのセットプレーからまず得点が生まれました。1分でした。札幌としてはちょっとその集中できてなかったですね、はい、なんとなくゲームに入ってしまったという感じですよね、まあ、まず最初のところで勝てなかった、まあ、これは仕方ないとしても、はい、その後のやっぱダビのこのポジションですよね。ダビがしっかり集中していたらライン取ってオフサイドでしたから、はい、でその直後なんですが、バックパス、キーパーとの連携ミスのところ復帰、2点目というシーンでしたが、まあ、もし前半 1-0 そのままで終わっていたら、はい、今のシーンなんかはね。さらに復帰に絡んだシューバー。さあそして14分になりますが、先制点と同じような位置からのフリーキック、ディエゴが今日2点目を決めました。まあ、ボールも良かったですね、はい、まあ、あのゾーンに行くっていう思いがやっぱり選手にもベルディの選手にもあるんで、うん、同じようなところにその誰が触ってもいいようにやっぱり4人5人といっぱいいますからね。そしてコンサドーレもようやく、まあ、1点を返すチャンスはありましたが、中山決めきれませんでした、まあ、復帰がフリーで外したのと同じように今のところで中山が決めていたらっていう思いになりそうなシーンでしたね。まあ、しかし野々村さん、前半終わって2対0、ちょっと我々野々村さんにしてもこう予想外だったんじゃないですか。まあ、流れの中でやられてしまうことはね、復帰に特にあってもおかしくないなと、はい、それほど復帰は怖い選手なんでね、そういう状況は想定想像の中にはありましたけど、セットプレーから札幌がそれも立ち上がりの15分以内に2点失うということは想像できなかったですね。まあ、その辺を含めてセットプレーへの対応というのはコンサドーレ課題になっていくんでしょうか、後半は。課題というかね、今までできてたんでその特別課題にする必要はないと思いますけども、うん、今日のゲームに関して言えばやっぱりいかにこう 2-1 っていう状況をなるべく早い時間で作るかどうかですね、はい、さあ東京ヴェルディ1969コンサドーレ札幌、この後後半を迎えます。東京調布市の味の素スタジアム、
15度という非常に低い気温の中、そして冷たい雨が落ちています。昇格レース直接対決と言っていいこの暫定3位と首位の対戦。3位のヴェルディが首位のコンサドーレに対して2点のリード、そして迎える後半です。後半も解説野々村芳和さんでお送りしていきます。かなり早い今タイミングですがコンサドーレが出てきました。さあ野々村さん、2対0を受けての後半なんですがポイントを伺っておきましょうか。このピッチにいる選手の中で一番ゲームを決めることができる力を持っている選手はやっぱり復帰ですから、はい、札幌としては2点追いかけなきゃいけない状況ですけれども復帰をいかにしっかりと抑えながら攻撃できるかというところですよね。今までは中盤より後ろの8人ぐらいでなんとなく復帰をイメージして守ってはいましたけれども、そういうことばっかりやってると点なかなか取れないですから、今度は最終ライン4人だけで復帰を抑えるという状況も必要になってきますね、うん、そこでしっかり抑えきれるかどうか、はい、逆にヴェルディはその上をいけるかどうか 3-0 という状況に復帰でするかどうかですね。さあ注目の後半が間もなく始まろうとしています。2点リード首位の札幌に対してゼガヒでも欲しい勝ち点3。ラマス監督が今選手を送り出した後これからベンチに向かいます。そのヴェルディが右、そして左にコンサドーレ札幌とエンドが変わって迎える後半です。ディエゴの2得点、ヴェルディが2対0。歴史内を伝えしていきます。メンバー交代なさそうですね。なるほど、中盤右サイド交代はありません、はい、シューバーのクロスが入ったか。ゴール前にディエゴ復帰、野村さん、ポイントとしてやはりこのゲームの中の3点目、次の1点ですね。そうですね、はい、まあ、ヴェルディが逆にリードされていてもヴェルディだったら復帰がいるということもあってこう追いつきそうなイメージっていうのはありますけど、はい、0-3 になったとして札幌が3点取れるかっていうとなかなかそのイメージは湧かないですよね、はい、両チームともにメンバー交代なし、先ほど高木さんのリポートにもありました。ヴェルディはキーパー高木義成、服部萩村、土屋、貝本のフォーバック、今日もディフェンスです。中盤に大野、菅原、そして左に伊予、右に今日シーバー、初スタメンになります。トップ下にディエゴ、そしてフォワードフッキー。一方のコンサドーレはキーパーが高木隆博、ディフェンスはブルーノクアドルソ、ソダのセンター、左に池内、右に西澤、ハガトチョンヨンデ、そして西谷左、右に藤田誠也、フォワードがダビと中山元気です。また雨足がちょっと強まっても見えます、味の素スタジアム。大野、コンサドーレ陣内でまずヴェルディ、まあ、ヴェルディリードしてますからね。でポゼッションしようと思ったらできる選手も揃ってますから、まあ、こうやって攻め急がないでどんどんボールを動かすことですよね、うん、2点のリード、非常に主導権優位に立ってゲームを運べることができますヴェルディ。ある程度ボールをこうやって動かして詰まったらやっぱりトップに、そうですね、はい、なるべくあれをしっかりと復帰に収まるようなところに入れたいですね、はい。中山、羽賀、西谷、中山、西谷、これはちょっとスルスルな形になりました。貝本が拾う、復帰は右サイドに流れました。中央にリエゴがいましたが繋がりません。小川さん、
はい、両監督のハーフタイムの指示が入ってきました。お伝えします。まずホームの東京ヴェルディ1969ラモス監督、クロスがゴール前、萩原のクリア、はい、お願いします、はい、指示はボランチの2人はもっとボールを受けて動かそうということ、あとは前半と同じ気持ちで45分戦おうと声をかけました、はい、コンサドーレがコーナーキックを取っています。6試合ぶりの勝利を挙げた前節、一つ勝てば元に戻る、あの負けないゲームを続けていた頃のコンサドーレに戻れるかどうか。いや、最後いいボールでしたね今のも。身を挺して藤田の今コーナーキックです。西谷ではありませんでした、まあ、最後池内でしたけど、そこによくベルディの選手も2人体を寄せましたね、はい、さあもう一度高木吉成復帰へ、もうナイスボール、中盤飯尾が前を走る、反対側のディエゴへ、深いところディエゴは追いつく、1対1ですからねこれ、はい、西澤がついています、下げて復帰、チョンヨンデがついている、復帰の右足、最後はキーパーです高木貴寛、今度はヴェルディのコーナーキック、復帰に対してはなるべく左足は切って対応はしますけど、右足でもねやっぱいいシュートを持ってますね、はい、これで右足のシュートは今日2本目、復帰ヴェルディは後半1本目のコーナーキックです。前半は立ち上がりのセットプレーで得点を挙げたヴェルディです。服部、萩村、遠いサイド萩村です。まあ、今の体勢からすると萩村の方が有利な感じはしましたね、はい、先制点ではあの服部のフリーキックを見事に折り返しました。一度は萩村のゴールと発表されましたが、ゴール前のディエゴが得点者ということで発表されています。甲斐本、ヴェルディの攻め、中盤ブルーノ・クアドロス、池内、土屋、菅原、下げて服部です。さあ復帰が動き出しています。その復帰の足元へ、いいボール入りましたね、曽田がついています。1対1、曽田をかわす、復帰のクロス、フリー逆サイド、大野決めた、3点目ヴェルディ、後半の6分、このゲームの3点目ヴェルディが挙げました。まあ、誰もやっぱマークに最後ね体を寄せることできなかったですね、まあ、ゾーンで守ってるとはいえやっぱり誰か一人ぐらいはねいてもよかったと思うんですけど、そうですね、やっぱその前復帰にボールを持たれた時に札幌の選手は近くにいる選手も含めて3人どうしてもね復帰に目いってしまいましたよね。51分、大野の追加点で3対0ヴェルディ。おばさん、はい、今の失点で札幌ベンチなんですが、ミッドフィルダー大塚選手をベンチに呼びました。あ、そうですか。あー、ゲームの中での3点目がヴェルディに入りました。中山、藤田、誠也、藤田、遠いサイド西田に手を挙げています。これは服部に当たってゴールライン、コンサドーレのコーナーキックです。これで3つ目、大塚が呼ばれたというコンサドーレベンチ、西澤選手と交代します、はい、首位のコンサドーレにとっては
大きな3失点目。そしてベルディにとっては昇格レース。昨日京都サンガが勝ち点1で70、今日の勝ち点3でそのサンガを抜いて暫定ですが2位浮上というゲームになります。今日の勝利。西谷のキック、ファーサイド池内がいる。スローインに変わります。さあここで交代です。右のサイドバックの西澤を変えます。これで野々村さん、はい、コンサドーレはどういう風に変わりますか。多分羽賀が右のサイドバックに下がるんじゃないですか、ね、なるほど。小賀さん、はい、これまでの対戦で復帰を抑えたのはうちのチームでは大塚だけだという話を先ほど野々村監督していたんですね、はい、まあそれでも今日はベンチスタートだったんですかね。はい、3対でブルーノクアドロス押し上げます。土屋、ソダ、ソダ、クロスは余った大塚からですがゴール前、まあ、シミュレーション取られましたね。カードが今野村さん出ましたね。いや、まあ、今出ますね、はい、ダビに対してイエローカードです。このゴールバーです。ダビは累積3枚目になります。今シーズン通算で言いますと15枚目のイエローカード。そして札幌はもう一人選手を用意しているようです。右のサイドバックチョンヨンデが下がりましたかね。はい、砂川ですね、今用意している。そうですね、砂川選手です。交代するのは西谷選手です。3点差とされた札幌ベンチ、動きが慌ただしくなりました。まだ後半始まって10分が過ぎたばかり。さあここはレフリーの家元さんが荼毘を一度呼びました。それから今中山、そして交代を認めますね、西谷と砂川。コンサドーレは2人目の交代になります。小川さん、はい、少し時間が経ちましたがコンサドーレ札幌三浦監督のハーフタイムの指示です。あ、はい、お願いします。集中して残り45分チームとして戦おう、そして、まあ、次の1点が大切だという指示だったんですが、その前に、相手の方に取られてしまいましたね。そうです。この昇格レースを三浦監督、まあ、現在は首位だけれどもこういうポジションにいるとは思わなかった、それだけまあやはり混戦になるだろうと予想していたようですが、目標としてはやはり3位ぐらいにつけていたかったと話しています。これは野村さん、はい、まあ、経験があると思いますが追われる立場というのはやはり今厳しい状況ですかね。まあね、でもそこは気の持ちようですから、まあ、3位にいるよりは当然今1位にいた方がいいですよね、はい、だからその1位にいて妥当な内容の戦い方ができていたかというと決してそうではないということを三浦監督が言いたいな。なるほどね。コンサドーレが今日敗れますと75のまま、そしてベルディが71としてその差が4まで縮まってきます。そして暫定3位には今日の結果反映されますと京都サンガが入っていくことになります。したがってこの昇格レースがより混戦化していくということになります。直接対決は勝ち点3以上のやはり野々村さん大きな意味がありますね。
ありますね、はい、今日のゲームもし札幌が勝っていたら札幌の昇格はもうかなりの確率で決まっていたぐらい重要なゲームだと思いますから、はい、まあ、その辺は追いかけるラモス監督も今日勝てば優勝、昇格どころか優勝も可能であるいうぐらい大事な位置づけを置いています。首位の札幌に対して3点のリードのヴェルディ、ゲームの残り時間はまだ30分以上あります。いいよ、服部、大野、ディエゴ、中盤が空いています。海本、シューバー、フッキー、シューバー、フッキー、パスを狙います。一人かます、ここでクロス、逆サイドに飯尾、足元滑ります、ハンドを取っています。飯尾のハンド、大塚、そしてサイドバックに変わったチョン・ヨンデ、ヴェルディは逆に3対0としましたが、ここから野村さんどうでしょう。いや、もうかなりこう余裕を持ってプレーできると思いますね。やっぱりリードしてて気分もいいでしょうから、はい、特に守備のところでも頑張れる気はしますね、はい、中盤の選手がどれだけこの試合をゼロで終えるということにこう集中力を注げるかというところが重要だと思いますけれどもね、はい、復帰なんかはちょっとコンディションの問題もあるんでしょうけれども、はい、多少ゲームがこう決まりつつあるということで休みに入っているような感じはしますね。内転筋を痛めているフッキー、シーズンも終盤に来ているだけに本当に選手にも精神的にも肉体的にもダメージを来ています。そういった中で繰り広げられています今年の J1 昇格レースです。暫定3位そして首位の対戦となりましたヴェルディ・コンサドーレは3対0、今シーズンまだコンサドーレに対して一度も勝てていないヴェルディ、昨シーズンもわずかに1勝しか挙げていません。戦況を見つめるヴェルディのベンチメンバーです。広山そして富澤の姿です。フッキー、ディエゴ、大野、服部、流れだ、飯尾、服部上がっていきます。飯尾が仕掛ける、ディエゴ、飯尾、ボールが中に集まっています。中山、ダビの足元へ、萩村、飯尾、待っていません、服部、を狙った曽田、ダビと萩浦、藤田誠也、ライン待っていません、萩浦、チョン・ヨンデ、菅原、B サイドを見た大野、縦に大塚、ブルーのクアドロス、大塚プレッシャー、大野、あそこで札幌もうまくボールを動かしたいですね。ヴェルディはだいぶボランチのところでボールを触れて動かせるようになってきましたから、はい、小川さん、はい、ヴェルディの方は広山選手を準備しています。この後飯尾選手と交代します、はい、そして札幌の方もですねフォワード石井選手を準備しています、はい、石井選手は中山選手と交代します、はい、
ちらも石井との交代予定されています。大塚、池内、羽賀、大塚、砂川から池内、砂川、ダビ、土屋、はい、対応しましたね。体を反転させる、そのあたりを読んでいます。ダビが足を痛めています。スライディングタックルに行ったのはダビの方です。中山に代わってコンサドーレは石井が入ります。ヴェルディは1人目、コンサドーレは今の交代で3人目ということになります。ダビ合わされた土屋、しかしカバー萩村です。あの辺は、ね、ダビの、まあ、うまさというかダビらしさは出ますね。コンサドーレのコーナーキックは4本目、藤田が蹴ります。離してくる、羽賀から藤田、大塚、あーどんどんおっとかわされる、チョンヨンでかわされた。10番ヴェルディチャンス、コンサドーレ助かりました。しっかり守ってさえいれば決定機は作りやすいと思いますからね、はい、特に今前線に残っているブラジル人3人で決定的なチャンスを作るってことはそんなに難しくないと思いますから。ちょうどこう雨の影響で2階席のスタンドの下1階席陣取っています。コンサドーレサポーター、大場さん、はい、三浦監督はチームの好不調の波はあるけれどもサポーターだけは変わらず応援してくれていると本当に感謝しているという話もしていました。なるほどね。前半の途中でもお伝えしましたが三浦監督はまずこのサイドスタンドをじっと見つめました。6年ぶりの J1 復帰を目指していますコンサドーレ。
昇格レース、3位のヴェルディに敗れますと一気にその昇格レースも大混戦になっていきます。これが現在の暫定での順位です。札幌75、そして昨日京都が勝ち点1で70です。3位のヴェルディが勝ち点3を加えますと71、暫定2位浮上、2位と3位が入れ替わります。そしてベガルタも今日アウェーでの水戸戦が控えています。ブルーノクアドロス、大塚、そこに大野、ボールを離さない大塚、ブルーノクアドロス、ミドルシュートを狙った、高木義成を抑えています。どうしてもゆっくり攻めてあそこまでボールは運んだものの、そこから先のアイディアっていうところではなかなかこう出てこないところありますね、札幌は。ハードは中山に代わって先ほど石井が入っています。砂川アドバンテージ見ています。コンサドーレボール、藤田、砂川、これはシュートだったのかクロスだったのかちょっとわからなかったですね、はいはい、あイエローカードが出ます。先ほどアドバンテージを見ていたところでしょうか、大野のようです。菅原ですね、菅原ですか、失礼、菅原にイエローカードです。中盤から第4クールにかけて菅原はこのところのスタメンフル出場が続いています。まあ、この守備的なポジションの中では七海あるいは今日大野あるいは佐藤祐介あたりともコミュニケーションを組んでいます。今まではそのボランチに入る選手がどっちかというと攻撃の選手ばかりでしたけども、菅原みたいなタイプの選手が入って安定するところは当然これありますね。ラモス監督はこの辺り評価しています。ドリブルは藤田です。コンサドーレオフサイドは気になりましたか。ボールはダミ足を止めていましたが、ここから加速していきます。萩村、これもまっとりとよく対応しました。ボールはディエゴへ、ソダを壊す、さあ広山上がるか、広山復帰が中ゴールへ、さあどうする、広山切り返す、切りつける、ディエゴ入っていく、こぼれた、もう一度ディエゴ、いや広山いいプレーでしたね、はい、キーパーの前に池内も今体を入れました。コンサドーレのディフェンスです。ちょっとダビ選手が立てないですね。あそうですか、右膝を抱えています。はい、ヴェルディのゴール前ペナルティーエリアになりますが、ダビが倒れています。ここで萩村のスライディングタックルを受けたところです。山形戦では2得点を挙げたダビですが、今日はなかなか札幌はもうね交代選手そうなんです、いないですね、3人変えています。まあここは広山うまかったですね。札幌はやっぱり早くボール自分たちのボールしたいんでね、その前のところで勝負を決めてしまいたい守り方に中がなってましたから、うん、その裏をついてすごくいいプレーでしたね。で切り返しの後のバランスも良かったし、はい、レーグは2度シュートを試みましたが4点目はなりませんでした。さあ一方はコンサドーレのダミが今担架に乗ってピッチの外に出ました。前
線には石井健吾がただ一人、池内からスペースに砂川が出ていきました。札幌ライン割ってスローインです。池内、これもスローインです。ただでさえダビがいなくて中に人数少ないですからね。ゴール前に藤田と大塚も入っていきました。菅原、ダビ選手立ち上がりました、はい、この後ピッチに戻るようです。サイドラインのところまで戻って、さあ今復帰が認められましたダビです。コンサドーレ、おばさん、はい、ベルディベンチからはもう1点取れるぞの声が飛んでいますね。3対0とリードですが、ここは首位の札幌を大きく叩いておきたいところ。おっと、そうだ、クロスに対してのディフェンス滑りました。まあ、今日これベルディが勝って、まあ、1位、2位、3位、はい、本当に勝ち点の差がほとんどなくなって、うん、となると次の条件最後ね、得失点差とかというところも、はい、やっぱり関わってくるんじゃないかというくらい混戦になりそうですからね、はい、そうですね。3連勝中のベルディですが、ここ2試合はいずれも2対1、2対1が続いています。勝ち点で並んだ場合は、今野々村さんが言われたように昇格レース、得点と失点の差が大きい方が上に行きます。おばさん、はい、そしてベルディの方なんですが、佐藤選手を準備しています。佐藤雄介ですね。そうですね、はい、シーバ選手と交代します。ここで交代です。移籍から4試合目で初先発のシーバ、ラモス監督も言っていましたが、まだこう90分はちょっと難しい、そういった中で今日は広山に代わっての先発、そのシーバに代わって佐藤雄介が入ってきました。これで広山が右サイドに行きましたね、はい、代わった佐藤が左サイド、左利きの佐藤です。今後半の31分76分が回ったばかりです。まだ時間としては14分以上残っています。おばさん、はい、三浦監督からは時間をかけずに早く前へという指示です。ベンチの中よりベンチの外に出て腕組みピッチを見つめます。三浦俊也監督、復帰、ソダをかわす、復帰が行く、復帰が決めた。6試合連続31点目。4対0ベルディ。まあ余裕ありますね。札幌としては最終ラインの選手だけで守らなきゃいけないような状況になって、なおかつそこで、まあ、イージーなプレー、まあ、ミスですねをすると、まあ、復帰は止まらないですね。落ち着いてますよね。最後はキーパーが横になるのをこう予測して右足のチップキックで。おばさん、はい、ラモス監督の喜び方はすごかったですね。今日一番高いハイジャンプで喜びました。あ、そうですか。得点のために今日は踊り上がるラモス監督、それから、まあ、柱谷哲司コーチも、ね、かつてこう札幌を率いた方ではありますが、しかし今はライバル2人でこう踊り上がる姿が画面にも何度も出ています。おっと土屋、
ルディは落ち着いて、はい、なるべく自分たちのボールにしておきたいですね。変わった佐藤祐介、復帰叩きましたが、札幌ドームに変わってプレーオンです。池内、ジョン・ヨンデ、ディエゴから佐藤祐介、復帰が下げてディエゴ、服部、菅原、右サイドを見ています。海馬とへ大野、いいですね。まあ、大野ボランチ選手があそこで受けられると、はい、局面こう変えられますからね。海馬と上がる、海馬と上がる、復帰の前、袖の足、大塚、大塚、大野、砂川、ジョン・ヨンデ、ジョン・ヨンデが前に、藤田、服部、マンと合いません。中、西井健吾でした。ディエゴ、復帰、ディエゴ右サイドへ、中へ、復帰、スルーパスがディフェンスの間、ここは曽田、少しやはり疲れが来ているか。いや、まあ復帰はね、疲れてるというよりはコンディションだと思いますよ。でゲームももうほぼ決まっているんで、はい、まあ休んでるって感じですね。よっぽどいいチャンスがない限りフルパワーでやらないっていうところだと思いますけど、まあ、できればこう1点も取りましたしね、変えてほしいぐらい思ってるんじゃないですか。その復帰の得点が76分と発表されています。6試合連続です。31得点としました。復帰のコンディションも本当にどこまでひどいのかというのはちょっとね、分から本人しか分からないところありますけど。そうですね。で今イエローカードもね、累積3枚で次のカードでもう2試合の出場停止になってしまいます。でも残り試合考えると、まあ、ディエゴもそうですけどね。そうなんですよ。まあ1枚はもらう残りの中でね、そこをこうある程度計算してチームも準備をしておかなきゃいけないですけどもね。今日のコンサドーレ戦の後は徳島ポルティス、そして湘南ベルマーレ、続いた後山形鳥栖草津、11月に入って残り試合がベガルタ愛媛 FC、 最終節がセレッソ大阪というゲームです。そのまあ、どこまでもつれるかにもよりますけどね、はい、最終節あたりで復帰がいないっていう状況は避けたい気はしますけどね、はい、まあ、そこまでなかなかこうカードをコントロールするっても難しいですからね、はい、第1クールは悪夢の7連敗がありました。この時はディフェンス陣、それから中盤でも出場停止という選手がいて、ディフェンスの土屋も言っていましたが、あの7連敗があったからこそ今の勝ち続けるこういった意味がある、あれを乗り越えてきたからこそ今があるんだと話していました。藤田のクロス、コンサドーレ、逆サイド砂川がいますが、その前に海本です。コーナーキック、コンサドーレ、本当にベルディはあの7連敗がなかったら、ね、おそらくラモス監督もやり方を変えなかったですですよね。千島解任の噂も流れました。ラモスリー監督、その7連敗を乗り越え、さあファーサイド、ソナがいました。コンサドーレ1点は返せません。痛む左膝、0-0 のゲームとかだったらね、今のはベルディにとってはすごくこう危ないシーンではありました、ね、やっぱり見てる方も 4-0 なんで、はい、余裕が出てきちゃいますよね。ああいうところもベルディはもう少ししっかりとやっていかないと、はい、本当はいけないと思いますけど。さあ石井健吾、ダビ
土屋が転んだ。ダビー砂川ゴール前に石井が入る。そして藤田お右サイドから入ってきました。藤田誠也したかったですね。逆に野村さん、コンサドーレにとってはこの4失点ですがどうでしょう。やはり次以降のゲームを意識しなくてはいけないですよね。まあ、次のゲームまで頭回ってる選手なんかいないし、このゲームから次のゲームに生きることっていうのはほとんどないと思うんですけど、シーズン終わった時にじゃあもう1点足りなかったというような状況にもしなったとしたらね、はい、まあ、それほどこう悲劇的なことはないんで、まあ、少なくとも4対1にで終わると、まだその0-5という状況には絶対にしないと、まあ、どちらかはしっかりやってほしいですね。まだ5分以上の時間が残っています。復帰復帰復帰左足6試合連続のゴールを今日決めています。復帰スタンド中段あたりまで身を乗り出して応援を送り続けています。ヴェルディサポーターです。ただ応援の声の大きさではこのコンサドーレサポーターも引きを取りません。むしろいや大きく感じます。なんとか一つ取ってね、はい、4-1 っていうスコアで終えたいですよ ね。砂川クロスを送ってきた。まあ、ヴェルディ その、まあ、中盤より後ろの選手の守備のまあ意識というか集中力というところも、ね、それほどやっぱり高くないですから 4-0 にもなると、はい、隙はたくさんあると思いますけどね。後半6本目フリーだ。大塚フリーでした。ちょっと届かなかったんでしょうね。ブルーノ・クアドロスゴール真正面で大塚フリーでした。しかしここもブルーノ・クアドロスが粘ってコーナーキックを取っています。7本目高木がパッチングに行きましたが、ここはダビ、これもさらにコーナーキックです。86分がすでに回っています。残り約4分、ニアサイドです。ディエゴのクリアですが押し上げます。コンサドーレさらに土屋、ディエゴあとよくカットした。砂川落とす。ダビの前です。残っていた石井さん、ヴェルディの方はディフェンス富澤選手を準備しました。あ14番見えますね、はい、同じディフェンダーの土屋選手との交代ですね、はい、土屋も故障を抱えています。まあ、またさっきセットプレーでちょっと土屋足痛そうにしてますから ね、はい、ね、その前は船越選手をずっと準備してこの後復帰と変えるのかなという雰囲気だったんですが、はい、富澤選手を選択しました。コンサドーレにフリーキックが与えられたところ、ここで土屋と富澤の交代です。ヴェルディはこれで3人目の交代です。砂川伸びてくる、池内の一発。セットプレーで1点を返しましたコンサドーレ。
の選手変えたかったんでしょうけど ね、あえて変えなかったのかどうなのか、ただラモス監督がしきりにこうね、土屋もちょっとこうゆっくり戻ってくるような感じも見えました。土屋選手を残すようにと、あ、なるほどね、このセットプレーの後で交代したいと話しています、はい、そして今その土屋と富澤が変わっています。さあ札幌が1点を返しました。これで4対1。池内は今シーズン2点目になります。87分、残り3分で上げてコンサドーレ。さあ砂川、これもコーナーキック。これで後半だけでコンサドーレは9本目になります。ファーサイド、ブルーノ・カンドロス、広山、復帰が待っています。中のディエゴへ、その外を佐藤祐介がちょっと遅れているか。復帰の足元、スルーパス、復帰、復帰、復帰、ディエゴ、ディエゴハットトリック。本当にこう余裕がありますね、復帰。まあ、これ競ったゲームだったら自分でフィニッシュまで行ったと思うんですけどね、はい、そのゲームを楽しんでる感はありますね。でディエゴがあと1点取ればっていうところも分かってたでしょうから。小川さん、アディショナルタイム4分と表示されています、はい、45分、90分が回っています。89分、ディエゴ今日3点目ハットトリック。5対1となりました。札幌は今シーズン5失点というゲームもありません。最多失点も前々節の湘南ベルマーレ戦の 0-3 というゲーム。J2 最少失点の札幌からヴェルディがなんと5得点を挙げています。勝ち点3がかなり確実なものとなって見えてきました。ヴェルディ勝てば京都サンガを抜いて暫定2位浮上、そして首位の札幌とは勝ち点差4と迫ることになります。大きな直接対決、その大きなターニングポイントとなるゲームで明暗が分かれようとしています。サポーターの応援はもう勝利の凱旋歌のように変わっています。一方の札幌サポーターは相変わらずこの選手を盛り立てる鼓舞する声援を送り続けています。復帰、復帰、クアドロスがつく、チョンヨンデのバックパス、目安4分のうち間もなく3分を迎えます。
それぞれの思いを横断幕あるいはフラッグに込めてヴェルディサポーターが間もなくこの終焉を告げるであろう大一番選手を迎えようというその応援歌を送り続けています。ラモス監督の言っていた今日の勝利が J1 復帰そしてこの今年の J2 を制する優勝を決めるゲームになると言っていました。優勝を決めるっていうのはねそのいい意味でそのいいイメージを持たせようと思って言ったんでしょうけどそれくらいのやはりね大一番であるという気持ちを伝えたかったのかもしれません。まあでもこの勝ちっぷりはそう言われた選手はそうかもしれないっていうふうにやっぱ思うでしょうね、はい、さあここで家元さんの長いホイッスル東京ヴェルディ1969コンサドーレ札幌も5-1見事な勝利でコンサドーレを下しています。90分の戦いは大きくそしてはっきりとその勝敗明暗を分けました。ディエゴのハットトリックそして復帰の6試合連続ゴールもありました。コンサドーレに対して5-1今シーズン初勝利は大きな意味を持つ1勝となりました。いや野々村さんこういう結末結果はちょっと予測できませんでしたがそうですね、はい、まあ、ただその試合の流れとか展開を考えると両チームにこのぐらいの差があってもおかしくないとは思いますけれどもね、うん、そのまあ、要は打ち合ったらヴェルディの方がやっぱりメンツからしても強いですよね、はい、札幌はここまで成績を残せたのはあえて打ち合わずにしっかりと受けてから90分間をこう相手にいいところを出させないというサッカーをやれてきたわけで、ね、相手にいいところを出させないだけを考えればいいのはやっぱり 0-0 の状況ってことですよね。で今日は立ち上がり1分でその 0-0 の状況が札幌からするとなくなってしまったわけでね、どっちかというともう90分間打ち合わなきゃいけない状況になってしまった、まあ、その結果このぐらいのスコアになってしまったということでしょうね、まあ、それぞれにとっては結果以上に大きな意味を持つと思います。野村さんそういった意味ではこのヴェルディにとっては本当に大きな1勝でしたね。ヴェルディにとっては本当に大きいですね、はい、これで勝ち点差7だったのが、まあ、4になったわけですし ね、はい、京都より1試合多いとはいえ2位にポジションを上げたわけ で、 そうなんです。で勝った内容からしても選手が自信をつけるというところはもう間違いなくあると思うんですよね、はい、そして一方のコンサドーレ札幌挨拶に来た選手に向かって今スタンドの1階席最上段から一気になだれ込むように選手のところまで寄ってきたサポーターがどうしたんだと俺たちがついているんじゃないか、まあ、札幌としてはでもねこれ分析すれば仕方ないという面もあると思うんですよ、はい、相手には復帰がいてさっきも言いましたけどね先に相手に取られたんでその取られ方の問題ですよね。修正をやっぱするんであればセットプレーのところをもう一回確認しておかなきゃいけないですね。残り試合に向けてはまた大きな課題の残るゲームになったのではないでしょうかコンサドーレ札幌。一方のヴェルディはこれで4連勝負けなしも8試合と続きました。どうでしょうラモス監督の言うように大きな大きなこう昇格レース勝ち点3以上のものをおそらくこう手に入れたんではないでしょうか。残り8試合9試合となっていきますが何かこう揺るぎないものをヴェルディは手にしたかなという感じも野沼さん見て取れますが、まあ、スコアからするとねそんな感じはしますけど、はい、まあ、ベルディもどうですかね逆に先に1点やられた時の中盤より後ろの選手 の、はい、その守備の意識のこととかを含めて考えると、まあ、まだまだ安泰という感じじゃないと思うんですよね、うん、ただ今言えることは J2 の中でベルディと、まあ、僕の中ではセレッソとこの2チームがやっぱ一番今力のあるチームだと思いますから、はい、
なおかつ今これで順位を2位にしたわけでね。そうですね、まあでも今日のゲーム札幌が勝っていたら札幌は決まりと言ってよかったと思いますけど、はい、これで1位から3位まで全く分からなくなりましたね。そうですね。さあそれではヒーローインタビュー。放送席先制ゴール、そしてハットトリックを決めましたディエゴ選手に来てもらいました。おめでとうございます。ありがとうございました。初めてのヴェルディでのハットトリックですが、どんな気分ですか？Sensação inconfundível, né? Tô muito feliz. Mas o time tá de parabéns. E eu tenho certeza que essa vitória foi para essa torcida que tem nos apoiado todos os jogos. E vamos comemorar até o próximo jogo, né? そうですね、もう最高に嬉しいです。 でも今日の試合ではチーム全員、チームメイトみんなのおかげだと思います。で今日の勝利は間違いなくサポーターに捧げたいと思います。ずっと支えてくれているサポーターたちへプレゼントだと思います。そしてあなたの活躍もあって自動昇格圏内の2位に浮上しました。É isso aí, né? Eu acho que a gente está num momento bom, né? Está num momento bom no campeonato, mas não podemos abaixar a cabeça, não podemos parar de jogar, né? Não tem nada a ganhar ainda, falta 8 partidas, é 8 partidas difíceis. E eu tenho certeza que com o apoio da torcida a gente consegue subir para a G-League, para a G1.そうですね、こういう最後のところでかなり調子いいんですけれども、まだ何も昇格は実はしてないので、残りの試合も大事にしてサポーターの皆さんと J1 に上がりたいと思います。そしてあなたは今日この英語で言うとスターという T シャツを着ていますが、これは用意していたものですか？Não, não estava preparado não, né? Eu fiquei sabendo dessa camisa ontem, mas não sabia que eles iam me dar para vestir hoje. Mas muito bonito. 用意はしてなかった。昨日これ知って、さっき渡されたんで。では最後に一言、サポーターに向けて今後の抱負をお願いします。Acho que mensagem para a torcida, né? Não tem nem palavras para explicar, né? Acho que depende dela, da nossa subida, né? Tô dando parabéns para cada um que veio aí, cada um dessa família aí, desses familiares maravilhosos. Eu tenho certeza que nós, os jogadores, e junto com a torcida, é um time só. Parabéns à torcida.本当にまあ、チームが昇格するかしないかというのはサポーターにかかっていると思ってます。本当に家族連れでこうやって応援しに来てくれるということは素晴らしいと思いますので、もうサポーターの一人一人にもおめでとうと言います。3ゴールハットトリックのディエゴ選手でした。5対1の勝利の中3得点、ディエゴ選手は言っていました。選手みんなで勝ち取った勝利、そして何よりもサポーターのおかげであると、昇格を確信したかのようなサポーターは熱い声援をこのヴェルディの選手に送り続けました。首位コンサドーレを5対1と破ってヴェルディが勝利を収めたゲームでした。この放送は東京調布市の味の素スタジアムからお送りしています。カルガモ親子の映像本当に可愛らしかったですね。道行く方々も足を止めて見入ってましたね。信号をわざわざ止めてカルガモ親子の道路を横断させてたそうですが、はい、でもドライバーの方もなんだかホッとされたのではないでしょうか。はい、東京でもまだこんな風景が見られると思うと嬉しくなりますね。癒されますよね。続いてはお天気のコーナーです。明日は久しぶりに気持ちのいい青空が見られそうですよ。森山さん、さあドガッチへアクセス。未だかつて誰も足を踏み入れたことのないその頂上に今日人類が初めてたどり着きます。いよ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 です。ついに頂上が見えてきました。頑張れ古川、もう少しだ。あ、カメラこっちです。古川さん、どうしました？古川どうしたんでしょう。あと一歩なんですが。体力の限界ですかね。さあドガッチへアクセス。二度もぶった親。本物はスカパーで。まだ僕に。本物はスカパーで。アムロ一。本物はスカパーで。10月のスカパーはガンダム祭り、全22作品を999円で。二度もぶった親。鈴木はスカパーで。まだ僕に。鈴木はスカパーで。アムロ一。鈴木はスカパーで。10月のスカパーはガンダム祭り、全22作品を999円で。
軟弱なクラインの後継者どもに騙されザフトは変わってしまった。機動戦士ガンダムシードデスティニースペシャルエディション4部作完全放送。なぜ気づかぬか。第1部は砕かれた世界。我らコーディネーターにとってパトリック・ザラの取った道こそが唯一正しきものと。スペシャルエディション4部作どうぞお楽しみに。5対1ヴェルディがコンサドーレ札幌を下したゲーム。では早速解説野々村さんとともにこのゲーム振り返っていきます。開始1分でした。セットプレーからヴェルディが先制します。まあ、これで何か予感させるようなね出だしとなりました。いやね、はい、重要なゲームで立ち上がりその集中して入れたチームとそうでなかったチームの差が出ましたかね。そして14分になりますが、これも同じような位置からのフリーキック。ディエゴが今日2得点目、まあ、完全にこれはやられたという感じはしましたけど、まあ、ボールが本当にこう前半特に立ち上がりセットプレー多かったですけど、うん、服部のボールいいボール多かったですからね、はい、そしてエンドが変わって後半に入っています。大野が決めて3対0。これが後半の6分、51分でした。復帰にあっちに行くだろうなと思っていてもやられてしまうディフェンスと、はい、それから札幌の選手はここでおそらくこの辺に6人ぐらいいると思うんですけど、ベルの選手は3人しかいないんですよね、復帰を含めて、はい、まあ、ゾーンで見すぎたというかもう少し忠実に守りたかったですね、はい、そして後半の31分、76分になりますが、復帰が4点目、6試合連続ゴール、31得点とします。復帰の点はこれだけでしたけど、はい、結局全得点に復帰が絡んでいるというか、札幌の一矢報いました池内。まあ、ここは逆にヴェルディが 4-0 にして集中力かきましたね、はい、そして最後復帰が決めるかと思いきや、ディエゴハットトリックで5対1。アディショナルタイム直前でした。今日は試合前の大方の見方では復帰対こうコンサドーレ11人というね、何かこう、うん、そんな見方を野々村さんも、はい、地元メディアの中では話されたそうですが、ただこう復帰だけではなくてヴェルディ全員がいい形と言いますかね、うん、まとまりを感じたようにも思うんですが、まあ、それはあの 2-0 にしたからですよね、はい、だから 0-0 の状況を作るのが札幌は得意なチームで、それができなかったというところが全てだったと思いますね。だからその11人対復帰ということを語る以前の問題だったかもしれないですね。なるほど。さあシュート数はヴェルディ17、コンサドーレが10本。コンサドーレも後半のコーナーキックなんと9本を放って追い上げはしましたが、ただ終わってみれば4点差の大差でヴェルディ5対1の勝利というゲームでした。改めてアジェノートスタジアム、東京ヴェルディ1969とコンサドーレ札幌の一戦、5対1ディエゴのハットトリック。野々村さん、やはりゲームっていうのはね、こういろんなコンディション、それからまあチーム状態あるにせよ、はい、やってみなきゃ分かんないなというのがね、よく分かりましたね。ただ札幌とヴェルディがやってヴェルディが先行するような状況になると、こういう結果になってもおかしくないぐらいの、はい、そのチームカラーの差みたいなところはね、うん、ありますよね。はい、だヴェルディの脆さというのが今日のゲームではやっぱり出なかった。まあ、ここのところこうその辺を修正できているところが今のヴェルディの強さですね。はい、そのヴェルディの今後の対戦です。10月に入って天皇杯を挟んで、その後は徳島、そしてベルマーレ、山形、鳥栖、草津と続く10月のゲームです。一方のコンサドーレ札幌、
こちらは天皇杯を挟んでセレッソ、草津、アビスパ、そして徳島、愛媛、その後は鳥栖京都さんが水戸というのが今シーズンの残り試合ということになります。 J2 次節の対戦カード並びに放送予定です。さあ敗れた札幌なんですが、次はセレッソ、そしてまあアビスパ京都というまだ注目の対戦が続きますね。そうですね、はい、まあ、さっきちょっと言いましたけど、セレッソは今 J2 の中で最もうまくいってるチームのうちの一つですから、札幌としてはここでどういう結果を出せるかですね。ヴェルディ戦の悪い流れをこう引きずらないでいけるかどうかというところもポイントでしょうか。それでは続きまして J リーグ関連番組のお知らせです。 J リーグアフターゲームショーは21時15分から放送開始。その日の J1、J2 ハイライトはもちろん、試合後スタジアムからの選手インタビューやスカパーホームページとの連動企画もあります。21時45分からのタイムシフト放送など再放送も充実。 J リーグ中継後もアフターゲームショーでお楽しみください。続いて J リーグナイト07プレビューショー、試合当日のイベント情報、試合の見どころ紹介など、試合観戦がもっと面白くなる情報を満載して放送。新コーナーも続々登場予定です。次回の放送は10月5日金曜日となっています。さて今シーズン一度も勝てなかった首位コンサドーレを5対1とヴェルディが破った今日のゲーム、野々村さん、まあ、改めて今後のこう昇格レースが一体どうなっていくのかなというね、ねえ、ただヴェルディらしさを出せた、特にその攻撃のところでの魅力ですよね、フッキー、はい、ディエゴ、これはヴェルディが今までやってきたことのうちの一つですから、はい、それを出せたのはヴェルディにとって大きかったですよね、うん、プラスアルファというところでもセットプレーで点が取れたというのはヴェルディプラスアルファありましたけれども、はい、札幌としてはマイナスの要素しか今日のゲームではなかったんでね、うん、この辺は心配ではありますけれども、ただ今日の結果を踏まえてもう間違いなく5位6位ぐらいのチームにまでチャンスが広がったなと、最終節までもつれることはきっと間違いないでしょうね。まあ、一戦一戦本当に目が離せないこの J1 への昇格レースということはもう間違いないでしょう。5対1でヴェルディがコンサドーレ札幌を下したゲーム、解説は野々村芳和さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの辺で失礼します。この放送は東京調布市味の素スタジアムからお送りしました。